スケモンバラありがとう福武さんハート福太郎さんマシュマロ可愛 <laughs> い,いはちょっと違うんじゃない、うん、マジでいやねもうほんとに「第号泣チャンネル」でしたよ有南海だった <laughs> MV M.V.P. をいただきました。あ、おきまえさんの配信からありがとうございます。S.N.S. 講座、おきまえさんの。オッケーです。こんばんは。バズレの木の実。本当にさ、さっきはさっきバズレ見てたんですよ。 なんか思い出してなんかちょっとしんどくなった <laughs> MVP の人だって嬉しいそうなんです実はヤスベイさんマシュマロありがとうヤスベイさんマシュマロありがとう来たーってくもはマシュマロありがとう カイトさんで会ってるかなありがとうマシュマロ泣き声よかったですうーんうーん <laughs> うーんログインボーナスありがとうたくみさんハートありがとうきのみくださいきのみどっか行っちゃったき <laughs> のみあれどこあるんやろ持って帰ったけどね持って帰ったったけマネージャーさんに渡してそれからどっかくみさんハートありがとう 千万でありがとうマジで道端の木の実だったんですかはいもう放送通りです <laughs> 放送通りですそう高円寺初めて行ったりんごさんマシュマロありがとうおたくさんありがとうな波さんマシュマロありがとう まえちゃんマシュマロありがとうとにかく番組的には良かったんじゃない <laughs> 番組的には <laughs> 番,番組的には確かに確かに優一さんありがとうマシュマロ通勤急行通過駅さんありがとう,ゆうなんの良さが伝わりかいでした嬉しいあんなに人見知りなんだえそうもう本当に人見知りで本当にあに番組見てくださったら分かると思うんですけどもう本当に 本当にやばいです人見知りやばいですほんまに「たくみさんのぶうさんマシュマロありがとう」天才すぎた <laughs> そうなんか普通にまああれも結構まあカットされてあれになってるんですけど普通にもうしんどかった <laughs> めっちゃ人見知り。 かんさんクッキーありがとうなんか謎に感動しましたそれはそれはじゃあちょっと気になってるってことやんか <laughs> んさんマシュマロありがとう道端の木の念であの笑い取れるのすごい <laughs> 褒め言葉ですね褒め言葉ですねきのうこかぱパ,パさんマシュマロありがとうアルフォートさん結婚してありがとう今日は何にしようかな今日は ちょっと番組で暴走しすぎたから無理青木さん青 <laughs> さん何か言ってくださってましたかみきやくんマシュマロありがとう六吉さんマシュマロありがとうペンさんきのこかっぱさんありがとうユーニャンとイチゴは機内回ってないって <laughs> なんかあちょっとそれはちょっとどこにあるんですか キノコかパパさんクッキーありがとうお話し会は人えそうだよお話し会は全然だけどなんか本当に本当に知らない人は本当にやばい <laughs> ちょっと応援したい嬉しい応援してきのこかパパさんありがとうメンバーの木の実を受け取った後の顔が見たいあありがとうみたいな感じだった 員役したかった店員なんか出てきたっけ店員お話しかけたっけ私那須野さんマシュマロありがとうさ何段分だろう30分かな1時間かなそんぐらい1時間1時間かな多分1時間で探して帰ってきてくださいみたいなたショッピングセンターで声かけるロケでもふうさんが「えっやっぱさなんか話しかける系のやつはほんとにしんどいですよ」 河さんクッキーありがとう。マママークマシュマロありがとう <laughs> <laughs> 待機中のフリートークから <laughs> その待機中のさなんかフリートークの時何んだろう前半言ってたのが「のあみょん」とかどういう感じみたいなのトークしてたんですよ。その時からもう普通になんかもう緊張しすぎて自分のことがもう。 本当に無理でもう本当に無理ってなってて自分のことで頭いっぱいすぎてそこのトークの時も顔死んでたもんねなんか一回なんか映されたけどこんなんだった <laughs> こんなんだったこれから優ナが心配で <laughs> 目が離せなくなったよって離さないで目を離さないでそれそのまま人見知りしてくれてもいい

さあ道とかでさバズるものとかなんかちょっと知ってるところだったらさなんか有利なのかなって思うけどなんか本当にさ東京もあんま行ったことないし高円寺とかも初めて知ったし初めて行ったからもう本当に何があるか分かんなくて普通に迷子になってたんですよでここはどこですかって言ってあのスタッフさんに聞いてもやっぱ番組だからさ教えてくれないじゃんだから本当にさあ本当にどっか分かんないところをさうろちょろしてたんよ。 本当に誰か助けてって感じでしたよありがとうなすのさんえー、明日ゆたはいっすえー、なんで知ってるのそう明した日もしかしたらゆいなとあの奥田ゆいなちゃんと3期生の一緒にあのクッキングする配信をするかもしれないんですよ明日の明日金曜日の夜ぐらいにだからぜひ来てください木南もった写真ないえっ木南の写真あるからまた X もします メールかどっかにも送ろうかな。きのみまみさんの分、そうなんですよ。そうなんですよ。ひろひろさんマシュマロありがとう。ゆうゆうゆうさんマシュマロありがとう。そうだね。お話し会はね、私のことちょっと気になってくれてるって人しか来ないから、気楽に話せますね。気楽っていうか、楽しなんか人見知りが出ない。 しある意味 mvp ある意味じゃなくて普通に MVP なんですよ <laughs> 普通に MVP なんですよなんかそれでささっき番組見ててなんかちょっと恥ずかしすぎて顔が赤くなってそこは治らないんですよ顔が赤いんですよね今ひなこかパパさんマシュマロありがとうそうだね山ーさんありがとううん 名刺配りもしんどかったもうそういうさなんかなんか人に話しかけに行きますよみたいなのがちょっとほんとに本当にお話し会は全然緊張しないなんで頑張った姿からの木の実に感動から爆笑に<笑>まぁでも、まあ、ある意味 あれにい,いいですかあまたなんか時間教えてくれたどんぐらい遅延してるか見んよう3分遅延ですねまだあるあるですよまさやさんハートありがとう泣きながら逃亡してたのが本当にもうやりたくなかったってって逃亡してました本当に逃亡系アイドルですガッチさんマシュマロありがとう <laughs> でもそのデカみちゃんさんが見守ってくださってるじゃないですかその時にこうやってこうやって、ね、そうし泣きながら歩いてたからさ下を向いて歩いてるじゃないですかだけどあのないそうやなんかそうやって泣きながらじゃないとそんな木の実が落ちてることなんて気づかないからみたいなことを言ってくださっててはあ、いいコメントだなって思いましたね。 少しでも支えられたらいいなって思った嬉しいガッチさん星野将暉さ,さんマシュマロありがとうみんな初見さんはまだアバターもらってない方はアバターも配布中なのでぜひゲットしてくださいこの石原優奈のやつそう高円寺おしゃれねなんかなんかちょっと行ったことないような感じのところだった チョンマシュマロありがとうみオコウちゃんありがとうクッキーそうだね配信は安は気合い入れてる <laughs> ヒーターのねそう店員さんもすごいなんか優しかったねマー君ありがとう本当 連絡くれただなえなんかスマホも使ったらいけない感じだった Google マップとかスマホも使ったらねいけないんだったんだよだから本当に自分がどこ歩いてるのか分かんなかったでなんか普通にそうあの歩いてたんですよ歩いてたらあのなんか行ってたんですよそしたらもうこっちは本当にこっちは本当に何も。 ないからあ,のあっちあっちであっちでみたいなことは言われましたね <laughs> 本当にこっちは何もないからみたいなだったあゆいねんが料理コラボ配信するって言ってたそう考え中です明日料理一緒にコラボ配信する6時ぐらいからかもうん6時ぐらいからかな何作ろうかな料理って考えてて今でもなんかちょっと2人でせっかく作るから あの難しい料理とかがいいよねって言って結構そう配信とかもさみんなと話したいから時間かかる系がいいよねって話してて何がいいと思いますか明日の料理配信今1個候補はあるんですけどひらひらさんハートありがとういや私一人でクッキング配信はちょっと怖いかもしれないけどい菜いるから大丈夫だゆい菜もやばいかもしれないけど。 そう私の部屋から何を作るかは内緒あ <laughs> 内緒にしとこうっとじゃショールームのユナとテレビ画面のユナのギャップギャップ <laughs> ギャップすごかった顔が熱いうんこんばんは ヒのミだけに気になる存在ですねやちょっと面白いわ <laughs> 飲食店で店員さんなかなか呼べないタイプえそうかもあのピンポンないと困るあのなんかチーンみたいなあの呼び出しベルみたいなのないとちょっと困るかもあすいませんってなるなるタイプいやねインターホンみたいなないとちょっとちょっと困るよねえなんかなえ本当に受け取りに来てくださいよの名刺配りも本当に 思い出です <laughs> 先週のイチゴなんやろユーダン来てくれてありがとうそうなんですよアイドルなのに人見知りっていいね <laughs> 実は人見知りでした私が人見知りっていうことを 知ってた人定期的にさ時間が来るんよこうやってあっ4分遅延してるわ明日は木の実を食べるコラボ配信はあの木の実食べたらエグでしょもうどうなるのあの木の実食べたらリッチーさんマシュマロありがとう言うのは一番人気でそう <laughs> 頑張りますえでもあのの億人にバズれの あの番組が始まってからなんか滝行とかいろいろやらさせてもらってるじゃないですかあの滝行とかもそうだし今,日今回のなんか大号泣事件もそうだしなんか激辛のやつもそうだしなんかそれでなんか滝行,滝行で感動してちょっと気になりましたみたいな感じでお話し会に来てくださる方も多くて番組のおかげでこうなんか知ってくださって。 いる方も多くて嬉しいですでも今回のはちょっと泣き顔がちょっと,やあのち,ょっとちょっと NG というか NG ではないんですけどどうですかど,どうですかユニバースさんきノコパパさんマシュマロありがとういちいち可愛いっていちいちって何さあでかミちゃんさんもすごいなんかコメントしてくださってて嬉しいこんばんはージさん ありがとうママシュマロユウナにとって木の実みたいなポタクになりたいはいもう皆さん木の実みたいにすごい最高ですよ <laughs> ゴンさんマシュマロありがとうえー、10年前ぐらいに行ったけど雰囲気変わらない感じだったそうなんだでもなんかめっちゃ栄えてるって感じではなかったかもなんかなんか でもなんか住宅街みたいなところだったに行っちゃっててそう住宅街とか学校の方に行っててあそうなんか走ってるシーン多分学校のところだったと思うんですけどななんかなんかかしかも泣きながら歩いてるからさめっちゃ人に見られんのなな何みたいな感じでちょっとだからずっと下向いてた <laughs> ねえ優しかったよねでかみちゃんさんカミリア・ケイさんもしもマありがとう。 そう、スマホも NG だったんですよ <laughs> マックさんありがとうマシュマロションちゃんありがとうそうそうそう小学校映ってたでしょ小学校みたいなところいつ東京に来てたんやいつでしょうかでも寒い頃でしたすっごくカメリア・ケイさんありがとうザッキーさんありがとう の料理配信じゃないよえラザニアいいねお好み焼きなんか多分いやお好み焼きホットプレートがいりそうじゃないあ肉じゃがいいね肉じゃがいいわガトーショコラガトーショコラいいね簡単そうでもカレーいいですね肉じゃがいいなすーくん結婚してありがとう以下同文で <laughs> そうだかんねあっ花作ってたよねそう気になる確かに2人で食材も一緒に買いに行くえ一緒に買いに来たらいいけどね明日の明日の予定によるそうたこ焼きがねちょっといいなって思ったんだけどたこ焼きは完全にたこ焼き機器がさないとできないからちょっと NG だった誰か3期生でさたこ焼き機持ってる人いないの <laughs> ビーフストロガノフ 待って久しぶりに聞いた AUTEURS さんありがとう湯豆腐簡単すぎ <laughs> ほっぺ赤いよねそうなんか赤いんですよ番組の自分がちょっと恥ずかしすぎて顔が赤くなりましたよそっから直らないおきまりさんのアドバイス見ましたあのー ちょっと前に送られてきていたのでそれで見ました「和子さんありがとう」ーええー、美人で低めな声声低めな声よく言われる嬉しい嬉しい嬉しい間違えた低めって言われるでも結構えねっ奥さんが「太もも見せたらバズるんじゃない?」って。 言っててくださっててちょっと参考にしようかなって思いました名刺配りの二分の一は STU ファンセットえでもなんかどこで名刺配りをするかとかは公開してなかったらしくてそしたらなんかファンの方に配るってなってなんかあの新しい方なんかなんだろうなんかそう場所は言ってなかったから全然ファンだったら 逆に珍ししいいみたたな感じでしたファンの方だったらね。ゆういちさんきなこパパさんありがとうスタバのオーダースタバあんま行かないんだよねスタバ全然行かない本当に行かない広島に来てみんなにはついていくけどスタバあの意外と飲まないタイプですね遅延伸びてて草四42分ですね37分。 5分遅延ですねどんどん伸びてますね遅延証明書発行は NG なのでこちらはこちらのルームは遅延証明書はそう配ってないんですけどアバターは配布してるのでぜひゲットしてくださいねもう木の実は作らないよえー、でそうあそうだ先週のね先週の放送か先週先週じゃないな先々週放送 もうみんなのコミュ力がえぐすぎる3期生の普通にすごい似れば食えるじゃろ <laughs> お腹壊すやろへえそうめっちゃ泣いてましたよえなんかほんとになんかショールームとかでもオーディション受かったあのショールーム オーディションで最終日でも。本当に泣いたことがなかったんですね。他のなんか。なんだろう。ライブとかこう、公演とかでも。公演とかでも泣いたことなかったし、みんなの前で。そう、なんか泣き顔見せたの初めてだったか。かくそーって思って、もう絶対絶対泣かないと思ったけど、普通になんかもう。悲しすい。なんだっけ。なんかもう自分がなになんか。 できなさすぎてできなすぎてっていうかなんかな何何わからないもうわからないもうほんとにほんとにやりたくなかったって感じで泣いてましたね言ってたけど <laughs> えー、嬉しいよく知らない3期生の中で優男がよかったって印象がついて嬉しいありがとうそうなんですよねソシャルームでも ああのー、ユナの配信が面白いって知ってくださファンになってくださった方もいらっしゃって嬉しいごめんやけどめっちゃ笑わせてもらいましたほんまにごめんねえでも笑ってくれるの嬉しい嬉しい <laughs> 見てくれてありがとう嬉しいありがとうみんなさそうやって全肯定してくれるやん私のことありがとうね全肯定 有難ファン嬉しいですなんて温かいルームなのたかちゃんマシュマロありがとうそうですね牧体公演も近いですもうすぐじゃない12だったっけ今日何日だろうもうすぐやんあと5日ぐらい三一さんマシュマロありがとう <laughs> ピンポーンってやつ高円寺の道端の木の実は優ナの聖地になるんじゃないやばい <laughs> でもおまだいったら落ちてると思うあの木の実桜くみたいで可愛いですよ確かに煮込む時間で話せる料理配信めっちゃそう何を作るかは明日のお楽しみです明日本当に来てねえおでんは煮るだけだから楽そうでもおでん難しそう 肉じゃがいいねエのエやさんマシュマロありがとうたこ焼きき言いづらいえ確かにたこ焼きき言いづら確かに待っていちごがたこ焼き器持ってるよやばい本当に言ってるの本当に <laughs> 待っていちごいちご持ってるのたこ焼ききやばい ヒーター大阪、ヒーター持ってなさそうだけど <laughs> ヒーターおたこ焼き作るのえ、待ってリップ壊れてるんだけどリップ壊れてるえ、リップ壊れた <laughs> 待ってリップ壊れたえ、やばどうしようあ、治った治りました 赤いたぬきさんマシュマロありがとう優奈の「声質って魅力的えでもなんかあんまりなんか似たような声の方はいないかもた高くはないよねなんか普通のなんかあんま高くはないって思うはい沖さんのアドバイス参考にします きのこパパさんやすべいさんマシュマロありがとう今回の回を見て今日の回を見てなんの可愛さって瀬戸内らしさがあって <laughs> 素敵だなと再確認しました嬉しい瀬戸内らしさ嬉しいですねなんありがとう来てくれて初見さん たくみさんハートのやつありがとうこれなんだろうキャンディーかな <laughs> これは「昇格後の生誕ティーには木の実を書かなくては」ちょっとちょっと違うかもちょっと木の実じゃないかも <laughs> 普段の強気なユウナンとギャップ萌えしましたギャップ萌えしてじゃ <laughs> してくれてるのありがとうありがとう。ありがとう ありがとうマックさんマシュマロありがとう十七 <laughs> え17ってあれじゃないですか僕隊ではなくてあのえ SS 会員なんだっけなんだっけあのミーティングみたいなやつですよねあのあれだよね 特別特別イベントみたいなやつですよねミーティングみたいなやつだよね違う頑張ってるゆなちゃん見たらこっちも泣きそうになったよえー、ありがとうぜひ、はい、高円寺の近くにお住まいの方は木の実拾ってお揃いにしてみてくださいでもか綺麗な形のやつ私がもう収穫したので野中さん 自分の話何今日の放送でさなんかやばいと思った何かさ「収穫してきました」みたいなさ <laughs> みたいな本当にちょっと面白かったあれは「んさんマシュマロありがとう」「ヤーピーさんハートありがとう」え「コエンジ行ってみて」「思い出の場所」うんうん 2回目あるならえ確かに確かに確かにねあと自分そ料理配信しようって思ったのがあのキッチンじゃなくてあの IH が持ち運びの IH があるんですよなんか1個の1個の IH があるからあれでできるからここでここでできるここで配信できるユイニアンと。ってことはお家を片付けないといけないってことだよね。 部屋の片付けをしないといけないってことだよね。ええー、そうなんや。リア充とミューポンたかゆき一緒に作ってたの。ええー。ゆうなしっかりしてそうで、天然のところ好きです。しっかりしてそうって、言ってもらえるのが嬉しいな。嬉しいな。しっかりしてそうに見えるってことでしょありがとう。ありがとう。ちょっと前髪が。 ま笑顔がー N R R 零零ニニさんマシュマロありがとう木の実グッズかして売れる本当に本当に嬉しい声落ち着くよって言ってくれた声はサルピさんに似てるえでもちょっとだけ言われたことあります配信で なんかそうスタッフさんにえ「本当に話しかけないの?」みたいな「話しかけないの?」みたいな,なんかいやいやちょっとちょっとせかせかされてましたねでせかせかされてたから本当に時間がないみたいなことを言われてたんですよそれであの結構急いでたんですねでも戻ってきたら一番一番乗りで戻れた一番乗りで戻りました ええ、ってかユイナってさ料理できるの全然知らないんだけどユイナって料理できる奥田ユイナちゃんって料理できるのうんあそうそう SS ミーティングそう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 ,そうえー、楽しみあれってどのぐらいの方が来てくださるんだろう嬉しいあミーティング当せしましたえー、嬉しいいっぱいいっぱいなんか 入金忘れないで絶対忘れないでえ嬉しい色々なんかえ行く行きます楽しみだね何するんだろうでもちょっと予想はしてる <laughs> 予想はしてる優男来てくれてありがとう 嬉しいな高円寺で木の実収穫してる人はユナしかいないねってこと <laughs> <laughs> そりゃそうですよもう木の実集めとかも幼稚園ぶりぐらいですよ 優奈いい、ね、もう,ゆうなのお部屋は女の子って感じでかわいって言ってたおうち紹介はしません <laughs> しませんひーちゃんね料理うまいそうだよね前なんか玉子焼き作ってもらったひーちゃん大好きですよひろひろさんありがとうじゃあいちごにちょっといちごまたいちごのお家までたこ焼き器を借りに行こうかしら また,また今度すーくんありがとうコメントが遅延してませんみんな追いつきましたよやったー12日は僕隊で17日はそのファンミーティングで20日は幕張メッセですいっぱい会えますね皆さんと楽しみですそして月末はみちさんの卒業コンサートもあり 皆さん待ってます僕の太陽公演って今も申し込めますか待ってますよあとなんか皆さん今日の放送とか1億人にバズれン濃度なんか気になることがあったら聞いてください裏話とかちょっとあるかなーっていう。 これは何だったのみたいなのあったら全然話します <laughs> おつあっとなさんハートありがとう優ナが秋野実ひろってえ近くにサウナあったからえー、そうなんや見覚えあるとか出てきたら嬉しいよねなんか全部会えるやってえ楽しみありがとう おちょっとなさマシュマロありがとうヒロヒロさんレインボースさんありがとうこんばんはたこ焼き器でもたこ焼き買ってもさもう多分1回きりぐらいしか使わないんだよね使っても年に3回ぐらいだと思うからさたこ焼き器は買わ,買わなくてもいいかなひーちゃんとのコンビ名的なのないえっ ないなんか合わないヒーちゃんとは名前がユうなんとヒーちゃんってあんまり合わなくないえバズれるの滝行で止まっとる今回のやつは見てじゃあ今回のやつ今日のやつシャープ11かな見てほしいめっちゃ頑張ったから本当に頑張った切り抜きではちょっと上げてるけどそれ以外にもあるから見てほしいハッシさんありがとう12日申し込める みんな12日の僕隊もし予定が空いてたら見に来てくださいまだ見れてないまた見たら感想教えてねー X でアフロのお兄さん会いまえ会ってないあの本当に別々でみんな動いてたから本当に会ってないんだよね本当に会ってない 東京の人たたかったえでもなんかまあカットはされてるんですけどちょ,ちょっとは私も話しかけたんですねだけど全部全部断れられたからああなってるんですよ <laughs> 全部ああなってるからゆいかたんいるの?」って感じでした東京だから「ゆいかたんもしかして今東京にいるの?」って言ってって感じでしたねゆいかたんでもいないかなって思いましたよ <laughs> ひーちゃんとのコンビ名姉妹姉妹に見える木の実はその後スタッフさんがおいただきましたかはいそうですね月っちでメンバーとタコパしてもえね楽しそう楽しそうひーなん <laughs> ひーなんちょっとダサいかなこの前の激辛のやつも有難なんかえかえ本当にあれはひーちゃん会じゃなかったっけ嬉しいうんそしたら嬉しいですね ひーちゃんかいなった気がするひーなんださいよマックスさんかわいいありがとうえ十11見てちょっと見てほしい石浜ちょっとちょっと違うかもマークありがとうゆうひちょっとょ <laughs> ゆ,ゆうひくんみたいな感じでなってるけどうゆいかたんなら助けてくれそうでしたよねだけどゆいかたんは 違いましたでも普通にさサッチのさゴジラの600円のやつも600円じゃないわ600万円のやつもすごかったんだけどすごかったですハマハラんかハラスメントみたいやんそれハマハラスメントみたいなマークマシュマロありがとう激辛そう激辛も普通に未知数だったんですよ自分。 意外と食べれた結構食ってて洗った <laughs> それでその番組でそう石原優男のことを気になってくださる方が一人でも多く増えたら私は嬉しいです本当に嬉しい嬉しいよーちょっとリップを塗ります お好み焼き定食はよく聞くとき,できるちょっと待ってお好み焼き定食も聞かないたこ焼き定食も聞いたことないよ何それたこ焼きとかお好み焼きってさそれは試食じゃないですかその定食があるんですかうんあ豆柴カフェ分かった小夏ってところがやっぱりみんな教えてくださって本当に豆柴カフェ行きたいおしゃれ番長コンビひーちゃん 嬉しいすごいよね。確かにひーちゃんのさいついついつ激辛とか今回のやつとかいつ収録したんですかってコメントあるけどひーちゃんが「髪長いこと」とか「かなうが声がカスカスで出てない」とかなんかそういうのをショールームとかで「あの時かなう声カスカスで声出てなかったな」とか。 ひーちゃんあの日切ってたなーとかそれより前ってことだからちょっと想像してみてください予想してみてくださいわ <laughs> かりやすいよねかなが声出てない時とひーちゃんが髪の毛長い時だからちょっと前なんじゃないですかマー君さんありがとうーハート3一の千万里ありがとうねえさっちのすごかった石田ひーなちょっとちょっとやだ <laughs> えー、大阪はお好み焼きとご飯を一緒に食べる本当に食べないかも。 600万円やレアなパンフレットより道端の木の道が勝たんだった <laughs> なんか全部ねうんそうなんですよ収録とね放送順は前後してるのもある夕日なんちょ,っとちょっとでもまあマシですね 豚まんと一緒にご飯食べなんてそれも聞いたことがないですえー、お好み焼きとご飯一緒に食べるんやえでもお好み焼き定食っていうのをさ聞いたことがないかもお好み焼きをあんま食べに行ったことがないんですね夕日って人の名前みたいりんごさんマシュマロありがとう えー、大阪は食べるんやもたこ焼きとご飯をは聞いたことないでもりんごさんマシュマロありがとう確かに炭水化物炭水化物だねうん <laughs> 言うなんてナーミョンのメール取ってるのなんで知っているの 私言ってなかったのになんで知ってるのフフッノーミョンのメール取ってるんですよ同期のメールを取ってますよノーミョンノ,ミョノーミョンのって感じですさっきもメール届いたよ何のメール届いたっけこの前はプルダックポクミョを食べてますっていうメールが届いた <laughs> ノーミョンのメール取ってるよノーミョン言ってた 初見さんみちゆきさんありがとうゆなんのきのみやあ串が600万以上の価値がある高すぎん高すぎんでもあれちょっとお家に持って帰ろうと思ったけどさ放置してたらちょっとあのあんまりき綺麗なものではなさそうだからうんきのこパパさんありがとうマシュマロかきおこも食べたことないかきは。 柿はちょっと NG かもしれないですこんばんはカメリアケイさんマシュマロありがとう柿なんかさどう見ようかな柿柿おこを柿も汁みたいなんかちょっとよくわかんないこと言っててめっちゃ面白かったえー、そうそうなんよびっくりドンキー言ったのもそう そうなメンバーで撮ってるのは何名なみょんだっけ3人いるよ当ててみてください毎月でも前は滝野さんのやつを「えちょっと聞いてくださいよ」いやこれ言ったらちょっと言ったらちょっとあのあれなんですけどあの滝野さんのメールを撮ってたんですねあの卒業されたじゃないですかでそれで普通に あのー、なんか卒業されたからあのー、解,解約してなかったんですねそしたらなんかさ今月先月か先月ぐらいまでずっと滝野さんのメールを取ってて「えみたいな <laughs> え「え解約解約自動解約とかじゃないんだ」って思ってすごいさなんかすごいなんかお金取られてました。 <laughs> <laughs> ちょっとさちょっと言ってくれたらいいやんって思ったけどまあ私もここちょっとちょっと,ちょっと言ってくれたらいいやんって思いましたねそれがじ自動か解約みたいなのないんですかだから滝野さんが卒業されてから何ヶ月ちょっとちょっとやってましたねちょっと本当にやってしまったよってなってました だから皆さんも気をつけてくださいねそういうそういうのがありますから先輩取ってますよノーミオン,ンとあとティの48グループの方も取ってるからあとファンクラブも入ってるからいろいろんか月に支払いが多いですね あと自分のメールも撮ってるから食わず嫌いカキは食わず嫌いかもえでも食べたことあるんだよなんか味は分かる同期じゃないよ同期はのあみやんだけそうなんか前ひいちゃんとあと誰だろうひいちゃん撮ってないよひいちゃん撮ってないよそう解約されんのんよびっくりしたマジで そそうそうお金払ってるよ自腹ですありこ子ちんもね毎月ちょなんか参考にしてるから毎月メンバーを変えて撮ってます <laughs> そうえっユミリンさんのやつもし今撮ってたって言ってまだ確認してみてください そうそうそそそうううたまにそうメンバー一覧とか見ないと <laughs> 嬉しいゆうなんが卒業するまでそれやってメールって取ってくれてるってことじゃん本当に思ってるまあでも自動だからさ月初めにまあいろいろありますよね31日の23時に解約しちゃったことあるわ めっちゃいいタイミングじゃないそれってでもそう取ってますあーカードの有効期限が切れて決済できなくなって今今日今日のメール届くそういうのもあるありそうだね全部で三人今月は三人かなあでもあれ他の他のグループの方とか合わせたら もうちょっとあるけどきおさんマシュマロありがとう違いますねあ毎月入れ替え枠があるそれもいいよね楽しそうりおつんさんのメール取ってみてすごいからえー、すごそうなんかもうすごそうだもん <laughs> なんか想像できる スマホ初心者の中一モーバー目が可愛すぎたうんもう解約でもちょっと悲しいからちょっとえ入れ替わり枠から通常枠になりました私ですか違いますか <laughs> えゆうなのメールのおかげでチーチータブチ逃さずに済んだから卒業までットに嬉しいえ嬉しいなんか私のそのメールを見てくれてチーチータブチを あの食べたってことでしょっていうことはマクドナルドさんもしかして私に案件とかってあったりします <laughs> 絶対ないからそれな自分で解約っていうのがねでもミツさん正解を言うとミツさんなんですねミツさんは 卒業されることが決まってからずっと撮ってますみつさんのメールいいですよ本当に全員いいですよ皆さん伊藤博さんマシュマロありがとう AKB はおいしいえっ本当ほんと ちょっとリアツンさんのメール気になるなあでもくるくるさんのも <laughs> くるくるさんのも撮ってましたよカメリアケイさんありがとうマシュマロえー、さやかりんさんのメールは想像通りもまベで 名前呼んでくれると結構嬉しいえそれなんか前お話し会とかでも何人かに言われましたなんかたまにやたまに私も使うんですけど嬉しいんだじゃあちょっと頻度増やそうかなえー、待って宣伝になってるやんユミリンさん解約してなかったから解約したよベリーサングス そうそうなんです自力で卒業されたメンバーはなんか普通になんか自動継続されてるみんなもなってるかもよガッチさんマシュマロありがとう <laughs> なんで私がノアミョンノアミョンが別にノアミョンが大好きだからメールを取ってるってわけじゃなくてあの 前ナーミオンとあの遊びに行った時があってそれでビックリドンキーを一緒に食べてたんですね普通におしゃれなカフェカフェに行こうかなって思って一緒に探してたんですけどなんかビックリドンキー食べたくなってビックリドンキーでそう話しててメールの話になったんよそれでなんかノリでナあミオンのメールナあミオンのメール 撮ろうかみたいな,なんかノリでそうやって話になって「えじゃあ撮ってよ」みたいな「え普通にさ「え嫌だよ」みたいな感じで言われるかなって思ったんよなんか絶対さ自分のメール撮られるの恥ずかしいやんメンバーとかに絶対断られると思ってさノリでさ「ナーミョンのメール撮ろうかな」って言ったら「え取撮ってよ!」みたいな感じだったんよナーミョンがだからえっって思ってナーミョンの本人の前でメールメール撮り始めましたね だからそのメールを自分がそのびっくりドンキーでメールを撮ってる瞬間の動画もあるよ本当に面白かった本当に面白い <laughs> ひいちゃんメールギャルなのひいちゃんのメール気になりますね

そうだねでもなんかさそういう系ってさ大体あ解約しないとって思ってるじゃないですかだけど大体月始めの,あの4月1とか5月1とかそういう1とか2とかに気づきがちじゃないなんかファンクラブとかさなんか大会大会しなきゃみたいな時なんかそれで気づいたのが大体月始,めじゃな月始めに気づくんだよねそういうのって。 なみんだ,ーいだ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 ーいラブって感じ <laughs> そのノリでポチっちゃった <laughs> えー、メールで損してましたよかったね私の配信見ててじゃあもうこれからもずっと見てずっと見ててずっと見てて好きなの好きなの好き好き好きピー不安で今日も眠れない ほら好き、ビ好き、好き、好き、好き。待 <laughs> って、何 <laughs> 見てるんだけど。受ける。好きだって、受ける、これ本当に飲むなの。めっちゃ受けるんだけど。<laughs> 本物。本物です。 ゆうなん来てくれてありがとうなおめあざといですよほんまにえあるあるだよね月初めに気づくんよ SNS の直美じゃあ本物んやん押したんだ12日パジャマえっ待ってるね楽しみ僕対僕対僕対 なんか配信黙って見てるのが一番怖いからなあみょんありがとうコメントしてくれてありがとうねー私もさっきちょっと見てたよなあみょんの配信何話してたっけ何話してたっけ忘れちゃった <laughs> 忘れた ノアミョンとひいちゃんがラブじゃなかったかってこと別にいいし <laughs> 別にいいしじゃあ今日ののあみょんとのエピソードを話すねレッスンの時に「スイーツを半分分けてもらいましたのあみょんから美味しかったよー優しいね」っていう話です ね、クルクルさんのメール、ね、いいよねやっぱ自撮りが届くと嬉しいですよっていうのはそういうので自分も勉強しておりますああその時見た私レッスンしててバズレは途中から見たっていうシーンを見たそうナイス その時を見てたなんや人、ね、さん結婚してありがとう以下同文で今日の理由知ってる今日は番組で大暴走してたから無理っていう友章さんありがとう,ゆうなん配信も先輩見てるよ誰かは言わないけど今ってこと今ってこと今ってことですかー あざといやんそのあざとさが欲しいよねちょっとあざとくあざとくいきたいけどどうしたらいいの優奈のメールそ <laughs> <laughs> 小手津に会いたすぎてそう前は暴走でしたね小手津に会いたいですって言ってカズさんマシュマロありがとうきのこかパパさんまえちゃんマシュマロありがとう 仕事終わってててきましたありがとう来てくれてありが待って11時が来るって思ってたけどさもしかしてさ次,の次がさ針が12時になる頃はってさ12時ってこと日付がさ変わるってことだからさショールームは切れるってことだよねどういうことですかみんな知ってた知ってたの 11時だと思ってた今日の断るの今日の理由知ってるな <laughs> そう毎日理由違うから時に配信見てますって嬉しい来てくれてアバターはゲットしましたかこんばんはあざとい狙うのは大変かもですあざとい箱だってあるもんね先輩とかでもいっぱいありますから。 でもあざとかったらちょっとキュンって感じですよねやっぱいいと思いますうん舞ちゃんありがとう優奈 <laughs> <laughs> 今回も一になったのがマシュマロえでももしいけそうだったら狙ってます知ってたのそれあもうすぐえ確かに 1> 1時間ですね45分ぐらいにしようかな今日。いや35分いや30分なんかでも配信さレッスンしてる時と配信してる時の時間の経つ経つ感覚がもうバグなんか全然違うなんかレッスンしてる時の1時間は配信の 2時間みたいな倍ですね普通にみんなもさ仕事とかさ学校とか行ってる時の授業のさ1時間とかめっちゃ長いけどなんかこういうショールームとかさライブとかさ公演のさ1時間はマジで秒だよねそれとあとなんかお話し会のお話し会とか本当にすぐ終わっちゃうどうなってんのってくらい。 たまにお話し会でそう5分とかの方もいらっしゃるんですけど体感1分だもんね1分より短いもう秒秒で終わっちゃうなんかかなうとお互いにテンションおかしいえかなうのテンションほんとにおかしいおかしいです自分のことはおかしいって言ってるけどかなうもおかしいからでも明日はゆいのと両輪両輪配信なのでクッキング配信なのでみんなほんとに来てね まえちゃんありがとうあざといキャラはなを言うかってないほんにあざといよね本当にいいと思う本当にいいのあバタあーあありがとうゲットしてくれてみんなもゲットしてねじゃあちょっとい一回本日の出席率を確認しまーすうん40%ぐらいですかね <laughs> 出席出席確認 40%ちょっと50%にしてください皆さんで着替えてまたまた10分後に確認するのでお願いします玉章さんマシュマロありがとう今日も来てくれて今日も可愛いようだったスーくありがとうはあ <laughs> って3か月前の配信動画見返したら声バリ小さかったって声も大きくなっていいですね このままこのまま自信も大きくなって度胸も大きくなって疑いも大きくなってもっと ST にとって大きな存在になったらいいなって思いますゆなあざといのとかモエゼリフ本当に苦手ですね苦手ですねえーそれな朝の五分とか本当に家を出る五分五分前とかもうもうもう時計がもう こんな感じだから。そう授業長かったよね、まじでも時計とか五分、五分前に見てたもん、私。星野正樹さ,さん、ありがとう。ゆうの、キャラ、キャラ作ってない。キャラ。キャラどうしよう。<laughs> キャラないです。さらが上にあってさん、んありがとう、マシュマロ。楽しい時間は、あっという間で、次の曲が、最後になります。 そこはなんとかここには何があるでしょうピンポン吹くでした優奈は配信楽しいから体感5分ぐらい嬉しいでもそれ嘘でしょ5分は5分の嘘でしょ そうゆいなと料理配信するから見ててお話し会は本当に秒過ぎてそうだよ定期的に出席確認するからあと5分後ぐらいにまたそう日に日に出席下がってきてるから欠席しないでみんな矢島さんマシュマロありがとう あ今着替えました嬉したい、はいは元気ですやばい <laughs> 待ってやばいはい元気ですやばい待ってめっちゃ懐かしいんだけどみんなもそうだった小学生の時にさ小学生の時にさ「石原瑛奈さんはい元気です」みたいな覚えてる?「何々さんはい元気です」みたいなやってましたか私はやってました やってましたかそうあの本当にあに写真集イベントのおかげだと思ってます私がこんなにショールームができるのはあのバレンタインキャンペーンとともに本当に参加してよかったですねそれでなんか配信に一気に配信に慣れた感がすごい あそっか100以内に入ってなかった確かに確かにでも着替えてくれたらしいよハハ <laughs> サンバド中で全部全部誕生2番目だからアバター買えられないそれは気まずいねでもそうやって気まずい気まずいそ,そうやって私は私のアバターは気まずい存在なんだって <laughs> だるすぎるからちょっとあの何も気にしなくていいよ まあこういうのにハマってるんですよこういうなんかメンヘラモードみたいなのに結構ハマっててねもう朝もう寒すぎて布団出れないんですよ着替えた方がいい着替えてくれたら嬉しいな今日だけでも出席確認するからあとちょっとで「くんさんありがとうマシュマロ」お話が終わった後えわかるよいつもなんかさ話途中で切れる方とかさいらっしゃってさ ちょっともうちょっとあのヒューって感じで終わってくれたらいいんだけどくんさんありがとうハートのやつバーバーブさんマシュマロありがとう嬉しい安部さんありがとうそんな返事してなかったはい元気ですだよねはい元気ですはサラッピさんの提携文えそうなんだ提携コメントなんだえ知らんかったそうなんやサラッピさんの そうなんはいいい元気ですいいねめっちゃいいめっちゃいいやんすいませんやってないっす <laughs> それはないでしょはいお腹が痛いですとはなんないけどなんか一回なんかみんながふざけてなんだっけなんかなんだなだ思い出せないな はい目が痒いですみたいなのをふざけてやってたはいコロナ陽性ですわちょっともう来たらダメだから着替えてみたいありがとうユーナンやればできるか YDK ってことありがとう星野まさきさ、ま、うーんうん優奈は必須工分まいたもうだって接種系確認をしたいとあ 40%からこれ結構上がってるんじゃないですか5 0ーセ6 0ぐらいじゃないどうこれ結構いいですねどんどん着替えていきましょう皆さんそうです私は結構メンヘラの方だと思うので。 だからそうやってさアバターは他の壇上にもいるので無理ですねってそれってそうやって私の石原優奈のアバターはあみんなにとって気まずいアバターなんだってひすっ,っちゃうよーあミーティング楽しみありがとう報告ありがとうかい安部さんありがとう<笑><笑>待って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  <laughs> そうやってさ 言ったらさアバター着替えてくれたんだけど本当になんかちょっと申し訳ない気分になったからあの着替えていいよあの戻していいよアバター待ってひスすったら変えてくれたんだけど待ってめっちゃ面白いありがとう大丈夫なんかさ私私がなんかなんか強い圧をかけたみたいになってるけどちょっと気まずい <laughs> ちょっと気まずいションちゃんありがとう オンラインフェーダーの機能ね、欲しいよね私も毎回思う <laughs> せやかて工藤さんじゃないですか、それはともあきさん、ありがとう、もしもし,もしないペンナイト、ありがとう。 そうオンンライお話し会楽しいですほんまにメンヘラなんゆうなんでしたサインイチさんありがとうハートのやつゆうなん配信楽しい嬉しいそうやって言ってくれてえっしいゆうなんアバターでニヤジョイさんの配信見に行ったちょっと私もたまに見に行った時にこのアバターだったら嬉しいなたなたなさんありがとう 圧に負けたヤンさーヤンさんですか <laughs> 嬉しいでもそうやって着替えてくれるんだありがとうありがとううん。そうねいやな、ヒスコブめっちゃ好きいちごとさ、い,いたらヒスコーブ映っちゃう 私はキャラ的になんかもう素でいきますね私はもうキャラキャラはもうないです素でやってますこのショールームも私の素ですね今日の番組もなんかアイドルスイッチというものはな,なくて私はなあの何、ー 語彙力がないのでもうもう言葉が出てこないです終わり終わります。ーす疎難優難もうゴミに難ついたら優難つければいいと思ってるでしょいいよそれでめっちゃいいと思う前は私は結構広島駅で遭難してたんですよ広島駅で遭難してて遭難優難でした普通に えー、飾らないところがいいよねって嬉しいですね褒め言葉ですわありがとうございますすあごめんなさい「そって言いました?「す」ですよあそなそそって言いました?「す」ですよ「す」って言いました?「そ」ですよ もう分かんなくなったからもうみんなのせいでこうやって人のせいにするのは良くないので私のせいにしておきますどっちですかすれす素ですそで合ってますもうみんなのせいで分かんなくなったっていうみんなのせいにはしませんよそうなん言うなんです <laughs> そうなんや 難優なんですみんなもぜひ使ってくださいそう駅って難しいよねあ桜の満開3月 22? だってみんなあっ、うん、マイキュさんお風呂入ってた いくらでも俺のせいにしていいよ優しすぎじゃあ全部ぶ津賀さんのせいにしよっと <laughs> なんかショールームでな名指ししたのめっちゃ久しぶりな気がする、はい、じゃあ全部この人のせいにしまーす <laughs> ごめんなさい嘘ですもうなんかすすすですよもうアルフォートさんマシュマロありがとうそうなんですよ分かんない リンボスターもありがとうたくさん嬉しいたくさんありがとうえなんかあの X でそう昨日の X かなそれでなんかマシュマロのイベントのことをポストしてくださってる方がい,いてそれで。 なんか私のルームなんか倍増中みたいでなんかすごいそのグラフで倍増ポイントみたいなのもなんかそうやってなっててなんかすごいなんか倍増ってめっちゃグラフで見たらめっちゃ有利やんって思,思いましたそういう報告でしたポポラリスさんマシュマロありがとう 「汗」<laughs> って出とるしそう倍増中南なんだから今 <laughs> はいでもバレンタインのキャンペーンで本当に嬉しい思いをしました めっちゃ伸びてる。何が？クッキーが？クッキーじゃないや倍増中がってことかな。クモハマシュマロありがとう。ウインクではないですこれはもう目が乾燥しすぎてちょっと勝手にウインクしちゃったっていうこれあざといですか？ねこういうキャラではいきませんので。 <laughs> 何が起きたの今今何が起きたの今何が起きたんですか自分の中ではあんまりよく分かってないですけど何が起きましたか今怖いですよが乾燥してないで「これはインクじゃないですよ」っても,もうやりません <laughs> 何が起きてるんですか <laughs> カレーって何と一緒に食べるのが好き なんて言ってほしいだけでしょう!?難難「そうなん言うなんなんじゃないよ倍増券」「倍増券」倍増権「コイン倍増券」とかあの育「育成倍増券」とかなんかそういう七並びじゃないのであの倍増券っていうのはないんですけどショールームにはねもうなんか倍増の方が私のルームにいらっしゃって倍増してるって感じです本当にありがとうございます。 一点四倍なんですよ。一点四倍中南米なんです。中南米なもうなんかもう何喋ってるかわかんなくなってきましたよ。もうそろそろ。米なの伸びしろ。それはもう伸びしろはいっぱいあったらいいですよね。なん <laughs> て。 もうそろそろ喋れなくなってきたから多分もうそろそろ配信終われって体の中が言,言っているかな言葉がで出てこなくなってきたよ星野将暉さ,さんありがとうマシュマロカミリア圭さんマシュマロありがとうそう一番一番倍増してる倍増中なんよ <laughs> もうしつこいもういいから <laughs> あざと可愛いでしたあざといのは やりませんですよストレッチってちゃんとしてるストレッチやってるなんでこういう感じであい,いあうれしいほらありがとう 米でもカレーは普通にお米で食べますねあ録画してたじゃあ今から3秒前に録画してね321やりませんこういうことです嘘待ってやらないですよテイカーさんマシュマロありがとうありがとう 倍倍増券が欲しいですね私はメダルの <coughs> コインかそうそう前のバレンタインキャンペーンでなんかそう倍増してくださってるファンの方がいるからだから今回もめっちゃ有利な気がする今回もじゃない今回和歌だから今回やったらさどん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 次の次の次のとか言って。 制覇できるかな。はい、急に来ました。出席確認しますよ。あ、でも。うん、七十パーセント、七十、六十五パーセントぐらいですかね。いい感じです。ということで、ちょっとスクショしておきます。本日の出席率って言って。<laughs> メール送るから <laughs>。メール送っちゃうから。本日の出席率。 どこまで読んだっけ。きのこかパパさん、ありがとう、マシュマロ。いうな、電池切れ、もうそうそう、電池切れな気がする。エックスあと十九人。あ。昨日二十何人だったのに。二十何人だったっけ。昨日二十何人。嬉しい。十人伸びてるってこと。十人ぐらい。皆さん、あの、本当に。あの、フォロー。二千人に行ったら。 2100人超えたらちょっとあのフォローをちょっと外して <laughs> ちょっとフォローしててほしいあのあとちょっとちょっとだけだから19人目までこんばんは「エヴァ・アベマ」見てくれてありがとうまだ見てない方見てほしい見てほしい見てほしいなん言うなんもうしつこいからやめるねこの語尾になんてくっつけるの お父さんって何番目の子供もちょっと待ってちょっと待って意味わからない質問すぎてちょっとわかんないです本当にわかんないんマシュマロってそんな感じ書くの教えてくれてありがとう難しいね何でも言うなにつなげるの面白いありがとう平もんさんありがとうテーマパークチケット えねそれねそれ,それって和習山ハイランドでも行けますかあの和習山ハイランド行きたいんですけどちょっと待って前髪前髪前髪あざといキャラいけそう本当に思ってる <laughs> 本当に思ってる七並べは毎年何年に何回か美味しいイベントあるえ 七並べ七並べえなんかちょっとあの七並べのおしめイベントあるじゃないですか私前回のランキング36だったかなんか分かんないけどなんか急に上がってるんですけど何が起きてるんですかみんな私のあたしで並べてくれてるってこと嬉しい本当にありがとう。 嬉しいです後どん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 なんか嬉しい七並べ自分は育成倍増権ね育成倍増権いいですよねー倍増でも倍増権使った時に限ってさ4位なんだけど私はどういうことですかウナと七並べ当たりたい え、ねだからまた今度さあれ七並べやりたいみんなと <laughs> 書籍管理管理してるからえー、きのこがパパさんたくさんマシュマロありがとうたくさんありがとうたんたんさんクッキーありがとうえ和和さんでパンバンジー飛ぶから見ててくれるえいいよ いいけどどうやって <laughs> バーバーさんマシュマロありがとうあ、フォローありがとうカメリア K さんありがとう <coughs> 最近毎日並べえ、嬉しいおそらくこの一ヶ月でファン増えてるわかりやすめっちゃ七並べ分かりやすいですねじゃ嬉しい嬉しいことですありがたいことです本当にありがとうございます嬉しくなりました私は えあのさ1個そう聞きたかったんよ七並べさやってる人ちょっとあの,あの教えてほしいんだけどなんかあの毎回さなんかつ対戦始める前になんか王冠のさやつで1000%超えたらさ金に光るやんなんかしピぴンみたいな感じでさ金に光るやんちょっと今これあの s t 4 8の七並べをしてる方にしかちょっとわからない話をしてるんですけど。 えあれってさどうやったらさなんかさあの1,000%を超えるの私どうやってもさ1,000%を超えることがないんだけど絶対なんかさ行っても900とかないよねなでもさなんか結構さ戦ってたらさみんななんか1,000%超えててなんかシュピンみたいになってなんかめっちゃかっこよくてなんでですか全部さ1から星5までさ石原優菜で並べてるのになんで どうやったらさそうやってさもいくのなんで最新のさ星5のやつもさデッキにセットしてるのにちょっと今ちょっと ST48 の7並べの話をしているんですが教えてくださいそう倍増券使ったらいつも4位になるなんでなんでなんメロンパンさんマシュマロありがとう え、それなもう本当にそうでさ何も倍増してない時に使った時に限って1位なんですよあ千1500からで光るんやえ嘘あっ黒地さんマシュマロありがとう あ、1500%で超えるんだいやこれあざといウインクじゃなくて目,目がしょぼしょぼしましたからとにかく遊びまカードを引きまくるか結構カード引きまくってるんですけど土鍋の質で分からなくやらなくなった一回でもやってみたらちょっとハマるものかもしれないよああいうのってあ同じカードで育成していくしかないんだ でもさなんか月にさ変わるカードってあるやんでもそういう方がさ何パーセントみたいなの強いからさあれセットしちゃうんだけど。えー、じゃあさそうやってさ新しいカードにさとらわれずにさあのー、あいつも使ってるカードの方をいっぱいなんかもう固定でレベルアップさせていった方がいいってことかな コイン貯めた同じカードをえっそう一押しシガチャさ毎年毎年じゃないや毎月さ引いてるんだけどさ普通のガチャだったらさ自分は出ないからさちょっと難しいなんか目が目がしょぼしょぼしてきた覚醒いいよねハートで覚醒しちゃう私も覚醒したいパフォーマンスとか語彙力とか 早さんマシュマロありがとう <laughs> 同じアバターだから生意味だと自分のコメントわからないでも嬉しいですねそうやって言いながら着替えてくださっててもうだって壇上見てくださいよこれもう石原言う菜ばっかりじゃないですか最高ですよまた本日の終わりにスクしョします嬉しい圧に押されて <laughs> ありがとうーありがとう名前も変えたでしょ名前も変えてるでしょえっ私それやってた毎月カード変わるから毎月引くんじゃなくて1回にバーンとってこと 私ちょっと前月引弾いてたってことは結構貯めて一気にバーンって弾いた方がいいってこと私がひすったからみんな変えてくれたんだまたいー、ありがとうねーー g o l d 8 8 8さんありがとう。 え、なんかこうやってさやっぱさ私私も加入して1年目ぐらいですけどやっぱりそれより前からあの積み上げてあのプロフェッショナルの方が私のルームにはいっぱい来てくださってますからすごい心強いですねそういうそういったファンの方にあのいっぱい教えていただけて本当に感謝してます本当にあのー、ありがとう リンゴさんさでしょこれでもブドウさんありがとうマシュマロその月だけえそうなんよやっぱりその月だけなんかやっぱさ強いよね225%みたいなえ一応しようえちょっと待ってちょっと待ってアイコンえアイコンアイコンもえ待って待ってアイコンアイコンガチャってそんな大事だった アイコンあるやんあれってさ自分の推しメンだったらさ上がるのあの何パーセントみたいな、まあ、それだったら初耳がくすぎてさ今日一の驚きかも嘘アイコンアイコンってそんな大事なのあれ壇上全部言うのあまと嬉しいまだゲットしてない方もゲットしてねーええー、おーすごいすごい一番最初の やつでやってくれてる三一さんありがとうタンタンさんありがとうトロンとして,ていい感じねちょっとちょっと目が開かなくなってきたもうそろそろえそれなコレクター季節なんですよ私はとりあえず今月末のイチオシガチャ10連やってそれを育てるのが早いえねそれ今さ話聞いてたらそうだと思ったカムズカムさんマシュマロポジハメさんマシュマロ 川さんマシュマロありがとうたかちゃん、ま、ももうしかもたかちゃんももう神尾さんありがとううん配信うまくなった嬉しいええー、そうなんやいいこと言ってるのになんか軽いね私ですか あれあれ。本当に。アイコン。アイコン。ええー、そうなんや。<laughs> そうだなの。ちょっと時間見よ、まだ五十二分だった。え待って。知らんかった。やば。えアイコンでも変わるんや。えそう、アイコンは、なんか、ランダムやけさ。 なななんんかなかなかでいいやんだからさアイコン諦めとったんよまあ持ってるけどねえアイコンでも調子力変わるんやえ勉強になりますほんまにえやっぱプロですねすいません入りたて1年目の新人で3期研究生なんでいっぱい研究しますこういうショールームとかで皆さんは正規生ですよね私より長いですよね うの初耳学起こってる今本当にすごいちょっと待ってみんなしてたアイコンも変わるんだってごめん今ちょっとさあの STU 以外のファンの方がみ見てくださってたら本当にあに申し訳ないですまたあのいっぱい明日は竜結菜と料理配信するのでその時にいっぱいお話ししましょういっぱい来てくださいお料理クッキングします本当に楽しみ でも今そのさアイコンでさその一押し力が変わるのをさ聞いてさ本当にびっくりしてる私の私の家族もさ七並べちょっとやってるんだけど知ってるかなちょっと連絡してみようお父さん結構七並べやってるんですよアイコンはアイコンが出んのんじゃけどみたいな感じなんですよ知ってたんかなアイコンで上がるの一押し力ちょっと言,言ってあげようマジで言ってあげよう ゆうなんの今えー、もう本当にありがとう7並べやってくれてちょっと待って違う今日ちょっとリポストタイムしたいんだっただからちょっとあと自動で消えるじゃなくてちょっと1分前ぐらいに終わるねいやうん終わるねちょっともうそろそろ壇上読んで終わる今までおしんくて本当にごめんえっ、ー、ちょ私が、えー、ちょっともうもう,もうすぐ終わるのになんか盛り上がってきちゃったショールームが <laughs> 終わりに、終わるのに盛り上がったらダメですよもう終わるんですからねえ他の3期生も知らない子多いんじゃないアイコンでさイチ押し力が上がるのちょっと待って。 勉強ににななるわいやほんままそれなりますよね私は勉強してますええー、じゃあ私もちょっとアイコンガチャちょっとやろうかなうん他のメンバーの誰かを多く持っていたらその子アイコンにすると良いのえー、そうなのゆうな人気になってきた課金しないと上位に行けなくなってくええー、うしいことですよありがとう。 えそう知らんかった6年目私の大先輩でですよえー、アイコンをセットした瞬間一気に上がるちょっといい有力な情報を得ましたね今日ショールームしてよかった今日ショールームしてよかったみんなコメントしてくれてありがとう本当によかったですいっぱいいっぱい教えてくれてありがとう楽しい時間はあっという間で次の コメントで最後になります。そこをんとかーっていうことですけど。ちょっと最後に。男女読んで終わります。ちょっと何時ですか。五十六分なので、ちょっと五十九分に終わりますね。 自分の持ってないとしてアイコン洗い1枚入れ2枚なら入れの方が上がるえ自分の持ってくかちょっと待ってもう話がさちょっとあの終わんないからさまたさまた今度あの七並べの話しようまた今度だから来てあのまた来てほんとにちょっとあの <laughs> とアイコンの話ちょっとまた聞かせてちょっとまだちょっと理解できてないからあのマシュマロありがとう今日もいっぱい13位から読もう13位くもはありがとうございます くんありがとうございます。11いしょんちゃんありがとうございます。10いまうくんありがとうございます。9位たくみさんありがとうございます。8いほしのまさきさんありがとうございます。7位バオバブさんありがとうございます。6位まえちゃんありがとうございます。5位ぶどうさんありがとうございます。解明してる4位カミリア・ K さんありがとうございます。そして3位です三位です3い安兵衛さんありがとうございます。 そうだよアバター変えてくれてありがとうにアルフォートさんいっぱいありがとうそして一位はキノコかパパさんでしたありがとういっぱいマシュマロでしたって何時いや57分ですよまだ行けますじゃあちょっとまだ大丈夫明日は明日はユイナとあの夕方6時か7時ぐらいから 7時か6時ぐらいからあのクッキング配信するのでまた見てくださいねありがとうバズレもそう今日のバズレも見てほしいなじゃあありがとうまた会いましょうねバイバーイあフホローありがとうねバイバイ 来てくれてありがとう。